はい、こんにちは。このチャンネルではですね、ラジオ形式でビジネスマンに向けて有益な情報を発信していきたいと思います。本のね、レビューとか、えー、副業のやり方とかそういったものを発信していきたいと思います。たまに雑談もあります。でですね、今日はですね、あのスマホで仕事をできれば効率が一気に上がるという話をしたいと思います。でね、スマートフォンって スマホって実はほとんど何でも今できちゃうんですよね。で例えば今これ YouTube 撮ってるのもスマホ1個でやってますしブログとかもねあの最初から最後まで全部スマホでできちゃうんですよ。うんだけど、まあ、家にいる時って結構みんなパソコンとかでやっちゃうじゃないですか。パソコンとかオフィスとかでねパソコンで。だけどそういうこともよく工夫してやってみると。 全部スマホでスマホでできると何がいいかっていうと一日の隙間時間全部使える仕事に使えるんですよ有益なことに。うん。あのちょっとした待ち時間ねレジの待ち時間とかあとうんあの。 なんか待ってる電車の中とかね10分20分とかそういう細かい時間集めると実はねものすごい集まってくるんですよ時間が。でそれってしかもそういう短い時間って普通にや作業してる時より集中するんですよ結構あのもう時間が短いと思うんででもうねそういう細かい時間があった時にやることを最初に決めとくんですよねコツとしては。 あちょっと5分ぐらい空いた時にはこれをやろうとか23分の時はこれやろうって決めとくとものすごいはか,かどりますいや本当にねブログ1本かけちゃいますよあの1日の隙間時間でで YouTube とかもねあの撮れますしうんなのであのスマホをなるべく使うようにしてあの隙間時間を全部そういう資産性のあるものに変えていくっていうのがすごくいいと思います うん、これやるだけでねもう全然あの一日の密度が変わるんですようんなんで家にいる時とかでもパソコンとか使わないでなるべくスマホでこれできないかなって考えてみてやった方がいいですそうすると外でも全部できるんで、ね、移動時間でなんか遠,遠出にね例えばビジネスマンの方で出張とか行ったり ね、何時間も新幹線に乗るとかいう時でもスマホで全部できればもうその時間全部仕事の自分の時間に充てられるんですよだから副業とかでねブログやりたいっていう人ももう3時間新幹線乗ってれば終わっちゃいますから1つ1つかけちゃうんですよ、ね、だから副業もできて本業の給料ももらえるじゃないですか出張行けばねっていうように時間をダブルで使っていけるんですねうんなんでこのやり方すごいおすすめです 結構いいのあのアプリとかね使いこなすとね全部できちゃいますからねなんで、まあ、家にいる時からもう全部スマートフォン使って、あのー、やるべきですねそれでスマホで全部完結させるっていううんとにねこれは無理だろうってことでもねで怪我できちゃいますから全部、うん、日頃からそういう癖つけるべきです ブログも1日ね1本書けば3ヶ月もすれば100記事ぐらい書けるんですよね、うん、100記事書けばだ、ね、100記事がちょっとまず最初の目安だとか言われますけどもだんだん収益もちらほら発生してくる頃なんですよねうんなんであの結構ねいかにこのスマホを使いこなして隙間時間で書き始めていろんなことやるかね YouTube の撮影もしっかりね YouTube とかだって結構いろんな人の YouTube 見てるとなんか歩いてる移動時間とかに撮ってる人いますからねうんあれもすごいすごいあのコスパの高いやり方ですよねうんなんでまずスマホを使いこなしましょうあの全部なるべくいかにスマホでこれできないかで考えるとこから始めるそういいと思いますはい、はい、なんで今日はねそういうスマホを使ってなるべく効率を上げていくと いいう話をしましまたはい、でこのチャンネルではねこういった感じでですね、えー、ビジネスマン向けの発信をしていきたいラジオ形式でやりますのでまあ、通勤中とかに聞いていただければいいようにそれか何か流しっぱなしにして聞き流ししてもらうとかでもいいと思いますので聞いてください、はい、で何かコメント等ありましたら、えー、お願いしますでチャンネル登録いいねの方もできればお願いしますはいすいませんありがとうございました はい、こんにちは。このチャンネルではですねえ、えー、ビジネスマン向けに役立つ情報をなるべくコンパクトに伝えていきたいと思います。で、ラジオ形式でやりますので、聞くだけでいいようにしてありますので、通勤中とかにご活用ください。でですね、今日はですね、同一賃金、あ、同一労働、同一賃金についてですね。で、えっとね、これ、簡単に言うと何かっていうと、まあ、もう読んで、 じんまあ読んだままなんですよ。あのー、結局正社員とか。あとま雇用形態に全く関係せしないで、同じ仕事内容ならば給料や待遇を同じにすべきっていうことなんですよ。もう本当にこれややこしい名前なんですけど、そのままで。ま、同じことやってる人は同じ給料だよね。っていうことなんですよね。うんで今までは。 ややはりその同じこととっっっててても給料とかって違ったんですよせ例えば正社員の人の方が高かったりとかあとそういうそれ以外の人はちょっと同じことしていく安かったりとかね結局そういう感じだったわけですよ、うん。だけどそういうのもうやめて全部一緒にしようよっていう考えなんですよけ簡単に言うと。うん、なんでじゃあこれで何が起こるかって普通に考えるとちょっと正社員が若干不利というか。あのー いい待遇されなくなくっっちゃうってことですよね結局ねうんなんでちょっと正社員がもう今後あまりみんなの憧れなくなる、うん、目指さなくなるっていう感じなんですよ。でねじゃあ今後そうなるとこれが進むとどうなるかっていうと実力のあるものが生き残る社会っていうようになりますね。うん、あの別にその 枠組みとか関係なしにできる人は儲かるできる人はすごいっていう社会になると思いますこれがあの進行すればねうんなんでまあより格差に差が開く格差社会に拍車がかかるというか、うん、まあまあ強,き強いものは生きみたいなねそういうふうな風潮になるなると思いますこれがそのままいくとねうん。 なので、あのー、今後の社会をね、ビジネスマンとして生きていくならば。まあ、正社員とか、そういったこう、携帯に全然。あのー、関わらないで、やっぱり自分のじ。実力。仕事の実力とか、スキルを磨いていくっていうのが。今後の社会の最適化になってくると思います。はい、もう、今、そうなってきてますけどね。それが。ますます、そうなるっていうことですね。格差がすごく開くってことなんですよ。うん。なので。まあ。 これからは、あのー、勝っていきたい人っていうのは、まあ、貴重なスキルですよね。なるべく、みんなができないようなことができる人の方があが、のー、価値が高いと思います。うん。誰でもできるようなことっていうのは、結局、誰がやってもいいわけなんですよ。だから、これはこの人が一番できるし、この人ができないみたいな、そういうスキルを持っていた方が、今後、より、 よく社会で生き残っっていけるっていうこ,とです、ねうん、これはねもうこの同一労働同一賃金が起こる前からもう今もうそういうふうになってきてるんですよねどんどん進んできてるんですけどもまあより一層これでその方向に、まあ、拍車かかりますね。うん、なので今後はまあ正社員がどう,どうだとか、ね、こうだとか例えばもう終身雇用もないですし、あのー、あんまりそういったものに頼れないんですよ。 だからもう自分頼れるのは自分だけみたいな感じになってくるんで、あのそういう枠組みにとらわれずに自分のスキル能力を磨くっていう方向性に切り替えた方が今後より豊かに生きていけると思いますので、その方向でまあ頑張ってみるのはおすすめです。はい。はいじゃあ今日はですね労働同一労働同一賃金について簡単に解説しました。あのまたこのチャンネルでですねこういう感じで。 あのビジネスマン向けに役立つ情報をなるべくコンパクトに発信ラジオ形式で発信したいのでよかったら、あのー、聞いてくださいまたコメントや、えー、いいねチャンネル登録等もお願いしますはいすいませんありがとうございました